よし、やっと一匹や。めっちゃくちゃでかいアジがおるね。僕なんかそんな大きくないの釣ってるな。まあでも今日はあの楽勝モードよ。今日で難しかって言うてんやつは下手くそよ。ただ俺があの中層が下手なだけや。唇ツンと尖らせて何か。あ、今んとめっちゃでかかった。いや、あの持っていけんやったもん。多分なマダイの子だと思ったはず。顔に乗せ、あ、あ、さっきからボコボコ当たっぱって乗らん。多分緑はね、もうちょっと真下に向けてやったらよかったやろうね、これ。もう釣れるかどうかわからんけど、やりたい放題ですよ。よし、タモくれ。何してんすか。遊んでないです。大丈夫でした。はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい。またか。こいつさ、このタモ、あのクソね。だったらダメ。助けて。ていうかこのタモじゃないやつをここに置いとってくれ。よし、タモください、タモください。あ、ベイトやっぱしやすいね、喧嘩。ベイト喧嘩しやすいです。しかもサイズが上がったね。はい、ちゅうかそこずっといっぱいおるよ。ほら、あれ尺ぐらいあったよ。なんか表層そこずっとそこ泳ぎ。もうそこに群れのずっと定位しとん。定位しとろ、ずっとそこにおろうが。しかもまあまあでかかった。あ、今と違う、濃いアジやなか。あいつっすよ。ハーポンですか。違います。あの何やったっけ、おこぜ。今の食い方おこぜやった。あーやった。よし、小さ。もう俺小さいのばっかりや。いや今日まあ小さい言うたらいかん。釣れてるんだからありがとうございます。よし、この月下ビジョン面白いわ。このベイトリールめっちゃおもろい。ちょっと久々好きになったかも。
ああ、今日は来て正解やったね。今日珍しいメジャークラフトのあのカーリーテールのフォールチューっていうやつを使いました。調子がいいわ。しかもサイズがまあまああるけんさ、サバが一匹もおらんのがすごいね。あ、あぶねえ、外れた。あ、やばい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 。あぶねえ、逃がさへんで。腰が痛いんだよ。やっとパターンつかめてきた。あー、くそ。もう